皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、ゼルダの伝説トワイライトプリンセス実況プレイパート31やっていきたいと思います。前回、この森の聖域で大魔の剣マスターソードを入手いたしました。で、そのおかげでザントから埋め込まれた、影の力とはまた別の魔力を、利用する方法を入手して、まあ、いつでも狼の姿になったり人間の姿に戻ったり、あとこの姿のままワープする方法を、習得しました。で、これからね、陰りの鏡というアイテムを探しに冒険に出かけるんですけれども、今回からしばらくまたアイテム回収をしていこうかなと思います。で、一応ね、狼の姿だとポフィーっていうゴーストを倒してその魂を集めるイベントがあって、まあ、それを全部こなすとよくわかんない金ピカのおっさんの呪いが解けるっていうあれなんだけども、それは結局ねすごい数あるし、かなり進んでからじゃないと結局全部は集められないので、ある程度進んでからまとめてやろうと思います。それ以外の回収予想ねやっていこうかなと思います。じゃあまずワープで、かかりこ村に行きたいなと思います。便利、超便利。そうすると人間の姿に戻ります。さて、あーちょっとお金が足りないな。ちょっと待てよ。ちょっとお金が足りないな。少し頑張ってお金を稼ぎます。いきなりですがカット。よし、1000ルピー貯まりました。時間かかったし爆弾を売ったりもしたし、いやー金かかるなーこのイベント。でも多分お金多分こんなもんじゃないと思うんだよねもっとかかると思う。マロマートに行きます。マロマートの方でなんか募金がね行われてるはずなんですよね。降りた。ようこそマロミアート日。城下町の店は商品を高額で売るので人々が困っていると聞きました。そこでマロミアートでは庶民の嘆きの声にお応えするため町の人々救済計画を立案しました。その1、城下町東から平人にかかる壊れた橋を補修し、交通の便を良くしましょう。その2、城下町の店を買い取り、町の商品を安価で提供しましょう。しかし、店を出すための資金が足りません。
どうか困っている人々のため城下町点検の資金援助にご協力ください。だそうです。1000ルピー足りません。はい、じゃあ1000ルピー入れます。オーナー、城下町東とハイラル平原をつなぐ橋の補修費用が集まりました。商品を高値で売りつける城下町の悪徳店を見てくるといい。引き続き町の商品を安価で売るための資金援助をご協力ください。これね、またプラスでいくらかお金を入れなきゃならないんだけども、これからやるあるイベントを頑張れば、やるあるイベントを頑張れば、募金額を少し減らしてくれるはず。城下町で若い頃見かけなかったか？東門の橋は治ってるというのになかなか戻ってこんのじゃ。OK、様子見てきてくれんかなと。じゃあ行ってみましょうか。エポナに乗って奥義もね、教わりに行きたいしね。またお金も少し貯めておかないとな。少なくとも200ルピーくらいは貯めないと。まあ200ルピーなら割とすぐ貯まるけどね。久しぶりに見たな。いったいった、リンクさん、お手紙を届けに参りました。テルマさんからのお手紙ですね。お、そんじゃ私はこれでまたね。読んでみるか。リンクに合わせたい仲間がいる。至急私の店まで来てほしい。その連中はきっとあんたの力強い味方になるはずだ。だから必ず来るんだよ。城下町の酒場で待っている。オッケー。お、よし、じゃあ行ってみよう。おおおおお、なんだなんだ、貴様ら。すげえ襲ってくんな。危ない危ない危ない。よし、えい。危ない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 。ここに走ってきてるのか。できてるできてる。よいしょ。おっと。お。はあ。やる気出ねえな。せっかく橋が治ったってのにこう体がなまっちまっては商品も仕入れられない頃。こんな時熱い温泉の湯でも浴びれたら元気の一つでも出るかもしれねえな。だそうです。降りたい。降りたいっす。違ったー。まあ、いいや。イデイ。ワープ。燃えてる燃えてる。で、かかりこ村に戻る。このミニゲームな、Wii 版で散々やって散々失敗したんだよな。あ、そうだ、気づいたんですけど、下のゲームパッドで簡単にこうパッと切り替えれるんですね。便利。
今気づいたわ。んで、ふえふえふえ、私は主には全てお見通しごろ。やつのことじゃきっと今頃東門のところでうなだれておるんじゃろう。じゃから今から温泉水を用意するで、その若いのに浴びせて元気づけてやってほしいごろ。これだよ、これがね、温泉水は時間が経つと冷めてただの水になってしまうと。で、高温器とか食らって、その、なんか、樽を落としてもダメなんですよね。敵はとことん襲いかかってくるので、気をつけないと。ほらほら、来た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 。危ない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 。外側なんかとことん進んでった気もするんだけど、うん、うわ来た、くっ、危ない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 、くー危ない、うわ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 、やばいやばいやばい、あ、ほら、これだ。お前らマジでいい加減しろよ。これが非常に難しい。なんか簡単な方法ないかな。へえ。こりゃ成功までカットだな、相当かかるぞ。極力外側通ってみよう。そこに敵一体いるけど、当たらんだろう。問題はね、あの鳥とかのくる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 回るやつ、あいつの方がえげつない。おお、いけそうじゃない？あ、いけそうじゃない？あの鳥なんか何もしてこねえし。あ、いける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 、よしよし。兄さんが持ってるのってかかりこばらの温泉水ごろ。そいつをぶつけてくれたら元気出るかもな。くらい。うおー、生き返ったごろ。この代わり温度質感からしてこれはまさしく里の温泉水ごろ。そんじゃ早速商売再開でいくごろ。おおいいね。よし、もう帰ってきた？早いな。お、ハートのかけらも置いてった。ありがたくもらっておこう。よーし、一番めんどくせえやつ終わった。そうすると。とりあえずまたしばらくお金を貯めたりとかしないといけないので、あとどうすっかな。あ、ポピンじゃん。ここでパッと切り替える。センス発動、えいえい、こっちか、ほら
えい取ったねー。もちろんね、後でまとめてやるって言っても視界に入ったらさすがにやりますよ。あ、やべ、人目についてるところで変身できないんじゃないか。こういうところでパッと、ダメ。人目につかないところで、こういうところならいいかな。あ、ダメ。しょうがないか。お金も貯めないとなんだよね。とにかく金、今すごい金重要。ほいっと。募金はですね、また2000ルピー入れなければならないんだけども、先ほどのミニゲームをやったことで、金額が200ルピーに抑えられました。で、その200ルピーと、あともう少しね、お金を貯めなければならないんだけども、まあ合計で800ルピーくらい。ミニゲームとかキレしながらでなんとかなるかな。カタツムリ1匹連れてきたからね、とりあえずこいつ預けよう。はーい、あなたはカタツムリさん、カタツムリさん、カタツムリさん、アゲハも一度でいいからあのヌメヌメに溺れてみたい。ありがとうございました、アゲハ、最高に幸せです。それではあなたにも幸せのお裾分けです。50ルピー。よし、あと5匹。お金も貯めなきゃ。さて、ワープ。あ、ダメ、ここダメ。あ、そうだ、南側に行ってあれだ、剣技を教えてもらおう。そうだそうだ、キングこの辺にいるよね。あいつもいた。よし、どこだ、ん、どこだ。とりあえず人間に戻ろう。あれ、この辺じゃなかったっけか、マップ。上の方か。あれ？あれ？ん？ん？あ、今犬の息遣いが聞こえた。いた。これ結局あんまり使ってないよ、今んとこ。さあ、次は何を教えてくれるんだ。
またあったな。次の奥義は奥義の中でも大技中の大技。場合によっては体力をかなり消耗することになるかもしれんが、それでも技を身につけたいと願うか。はい、よかろう。だがその前に、以前教えた奥義外も斬りを使いこなせているか、また試させてもらう。さあ、どこからでもかかってくるがよい。ほっ、よいしょ。よし、確かに我が奥義己のものとできているようだな。では第4の奥義、兜割り、鹿と体に刻め。兜割りだって、いいね。だんだん奥義らしくなってきた。走行していながらも動きの速い敵に対しては外も斬りで背後に回り込むことは不可能だ。そのようなものにはまず縦アタックでひるませてからすぐに A を押し、上空から相手の頭上に剣をお見舞いし、そのまま背後に降りてまたすぐ攻撃する。かっちょいい。これが兜折りだ。やってみろ。よし、ほっほっ、よっしょ。うん、見事だった。縦アタックの後、兜割りの機会を逃すでないぞ。第4の奥義、兜割り、確かに伝えた。奥義その4、兜割りを習得した。縦アタックで敵がひるんでいる間に A で頭上から剣をお見舞いする。お前に伝えるべき奥義はあと3つ。さらなる奥義を得得するため、日々剣の鍛錬を怠るでないぞ。ではまた会おう。よし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 。さあ、そしたらお次はまたワープで、オルディン大橋ってここだよね。かかり故郷からこう来れるってことか。いや、なんか方法があるんだな。よいしょ、ちょっと回復。よっしゃ。これでもエポナ来てくれるんだ。よし、 OK、 曲がれない。ほい、いやー、こっからまた満タン近くまで金貯めるの結構大変だぞ。北の方か、北の方に行けするところがあった気がする。あ、じゃあ別にあっち側から行けばよかったな。うわ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 、うぜえこいつら。あれ、ここ渡れるっけ。あ、渡れないかな。痛い。あれ、北側にパッといける。いけんじゃん。
そう。そしたらどうするかな。しょうがない、一回ここにワープするしかないか。かなり遠回りだな。よいしょ。じゃあちょっと今回ここら辺にしておこうかな。またちょっとね、遠回りになっちゃうし、いろいろまだアイテム回収ちょっと手こずりそうなので、一回この辺で区切っておこうかなと思います。はい、ではゼルダの伝説トワイライトプリンセス実況プレイのパート31、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、まだ見てくれなー。